ジャンジングーはフランスの画家、イラストレーターである。ブザンソンで生まれた。ブザンソンの美術学校で学んだ後、1828年からパリのエコールでボザールで学んだ。テオドール・ジェリコーやジャンバティスト・カミー・ユコローの弟子となり、彼らから援助を受けてイタリアで修行した。はじめ、版画やイラストレーターとして画家のキャリアを始めた。 1833年に創刊された定期観光誌レ・マガシン・ピトレスクに多くの作品を発表した。1835年にアラン・ルネル・サージュの小説ジルジ・ブラース物語の挿絵を描き評判になった。その後歴史画や肖像画も描くようになった。1850年にオノレ・ド・バルザックが亡くなった後未亡人となった。 ポーランドの貴族の女性、エベリーナ・ハンスカと30年間にわたって一緒に暮らした。レジオンドヌール勲章を1842年に受勲し、1880年にレジオンドヌール勲章を受勲した。1885年に自伝、私の時代の芸術家についての談話を出版した。ジャンジグルが教えた弟子には、フランソワルイ・フランセ、エクトール・アノトがいる。ありがとうございます。